おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。今回は、武蔵野線の東所沢駅と、駅の北側にある、東所沢電車区を、プラレールで再現してみたいと思います。では、行きまーす。まずは、2面4線の駅を作ります。府中本町方面からレールをつなげましょう。つなぎ目を合わせ、2番線、3番線には複線ポイントレール、両側には、地下レールを設置します。入点手付きで、レールをつなげ、地下レールでトンネルを再現。複線幅に直してレールを伸ばします。西船橋方面にもレールをつなげましょう。隠しポイントレールをつなげ、モノレールの坂レールを使います。真ん中の線路は坂レールをつなげ、下り線には地下レールをつなげ、立体交差させます。上り線は、マガレールを使って複線幅にします。武蔵野線の東所沢電車区を適度に再現。信号所や、信号機を置いておきます。駅には跨線橋を設置。江ノ電の駅で駅舎を2番線、3番線の上に置きます。道路も、落とさないように乗せておきましょう。さらに周りに道路を敷いて、東所沢電車区付近にも、道路を敷いておきます。ステーションパネルで建物を作り、モーターとミカの道路で立橋を作ります。架線をたくさん取り付け、木を植えたら完成です。どうでしょうか？武蔵野線の東所沢駅の完成です。早速武蔵野線の車両を置いてみましょう。いかがでしょうか？いろんな車両がいます。201系と209系の並びはいいですね。それにしても、切り通しの駅は難しいです。車両基地は結構いい感じに再現できました。他にも再現してほしい駅がございましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは走行動画をどうぞ。東所沢です。